皆さんこんにちは、ソリミちゃんのしほとりみです。はい、ということで今回はりみちゃんを1000円でブルベリーハワイにやっていきたいと思います。で、今日はこの前サンキューマートに行ってきて約1000円分3点買ってきたんですけど、それを使って今回のりみちゃんのファッションからレベルアップさせていきたいと思います。めちゃくちゃ可愛いアイテム買ってきたからね、楽しみにしててね。じゃあまずりみちゃんの今の格好をちょっと見ましょうか。まあ、普段ねりみちゃんの学校に行く格好なんですけど、はいはい、じゃあ見せてください。じゃありみ立て、じゃありみちゃんの服装をね、ちょっと今の服装どんなのかを見たいので立ってください、りみちゃん。えい、はい。もうほんと T シャツにいつものこのなんていうの、ロングズボン、ロングワイドパンツみたいなデニムのね、そう、こんな感じで、さっき白子らと遊んでたから髪の毛もボシャボシャ、これがいつものりみちゃんです。イエーイ、りみ、え、お腹が気になる。あ、ちょっとそこリボンついてるんだよね。でもリミはね、それは気にせずね、上、中にしまっちゃう。そうそうそう。あ、ちょっとお腹が出てる風に映っちゃうのはしょうがないね。はい、じゃあこの格好を今からしほちゃんがちょっとおしゃれにね、してくれるんだって。じゃあリミちゃん座って。はい。じゃあお願いします。はい。まずあのサンキューマートで買ったものを紹介したいと思います。3点ね、そう、ほぼ1000円です。まず1つ目がこちら、こちら付け襟でございます。これめちゃくちゃ可愛くて白だから何でも合うんで、これをつけていきます。でもそんなに似合う、似合う、大丈夫。次にこちら、こちらはあの黒いハートのイヤリングです。でもイヤリングつけたことない、つけたことないというか、つけてないよね。そう、これを使って、耳をきらびやかにしてます。きらびやかなるかな、きらびやか。最後、こちら、こちらはですね、今流行りの、夏流行りの透明のバッグです。ね、これサンキューマートで買えるって、すごいね、390円です。あ、ごめんなさい、リミカバン持ってない。うん、お出かけするとき、ね、これを使って、はい、あのおしゃれ風に見せていきたいと思います。そういう透明なのさ、使ったことない、持ってない。そうだね。じゃあ早速お着替えタイム。はい。あ、でもちろん、うん、そこはインしてとか髪型直しようとか私そうだね指示を出しますので、じゃあご安心ください。じゃあ一回切って変身したコーデをバンと見せましょうか。はい、じゃあ切ります。はい、じゃあ変身3、2、1、どうぞ。イエーイ。コロンが興奮してる。コロンちゃん興奮しないで。はい、というわけでこんな感じにしました。まずですね、あの 服の着方がダサすぎたのでインしたところがポイント1つ目で、で次に2つ目のポイントが、で髪がねちょっとボサボサだったので結び直したんですけど、あえてこのねボサボサ感を残してよりなんかリミっぽさを出しました。夏っぽくね。そう、それで次に付け襟をつけたところです。これはですね大人用だから合うかな。そうだね、ちょっと大きかったね、ちょっとやっぱ大きかったね、大人用だからね。でもまあないよりかは、ないよりかはすごい大人っぽくなっていいかなと思ってつけました。で次イヤリングです。イヤリングが黒にしようかと思ったんですけど、黒つけたらやっぱ大人っぽすぎて、ちょうどね私用に水色を買ってたので、うん、水色つけました。やっぱりリミは水色しっくりきたね。水色だなと思って、うん、しっくりきましたので水色にしました。で最後このカバンです。カバンはあの本当に今時を取り入れたものなんですけど、入れるものがなくてですね携帯を入れました。1000円分だから3点追加したんだね。そうですね。であとはまあ髪
型変えて、あと洋服の T シャツをただインしただけなんだけど、普段着にね。そうだね。だいぶ変わったよね。めちゃくちゃ変わった。めちゃくちゃ可愛い。最高に可愛い。可愛い。こんなに変わるんだって、ちょっと。ちょっとこっち見て。こっち見て。可愛いよりに。なんか、原宿歩けそうな。歩けそうだよりに。原宿歩けるよ。リミすごいじゃん。で、リミがすごい愛さないね。どうリミ、自分でもちょっと変わった感じする？する？違和感あるのね、リミがね。女の子のおしゃれって大変だねって思ったでしょ、リミ。こんな気持ちにならないと可愛くならないなって思っちゃった。そんなことは思わない。うん、なんかこれ嫌だな。リミね、おしゃれ嫌いなの。そうなの？リミの、あのおしゃれが嫌いなところとかだったよ。今思ってること分かった。何？まず、うん、カバン重いな、肩が疲れるよ。1、丸2番つけりさ、首が締まるんだよ。あごとか首やって痛いんだよ。あとその3、ミミンタップめちゃくちゃ痛いね。ちょっと外したいよ。丸4番髪の毛こんなボサボサに、あと引っ張られて痛いって、引っ張られて痛いとかボサボサに結んでおしゃれに見えたかこれみたいな。すごい私分かってる。あとインが少し嫌だなって、違和感が、インも失敗、全部すごい、やったー。やっぱ私はリミのこと分かってるわ。はい、でもリミちゃん変身企画は大成功じゃないでしょうかね。私の手だけがサンキューマートで買った3点だから約1000円ね。はい。まあ正確に言うと1200円ぐらいだけど、うん、約1000円でこれだけね変身できました。イエーイ。まあ、リミちゃんはちょっとあまりね嫌かもしれないけど、とてもね可愛いんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ可愛い。すごい可愛かったよ。しほちゃんがすごい絶賛して可愛い。はい、じゃありみちゃん最後もう一回立ってください。イエーイ。はい、ポチッとな。はい、じゃあこんな感じですね。やだー、これさあ、ビシッと決めて、せーの。はい、じゃあポーズー。こうやって、はい、はい、ということで今回ですね、リミちゃんを約1000円ですごいおしゃれにしました。で、私はすごい絶賛というか、すごいね おしゃれになったと思います。私的には。皆さんどうだったでしょうか。コメント書けないのですが、ぜひぜひ皆さんもサンキューマートに行ってですね、ね、リミちゃんみたいになんか可愛くなってみてください。リミより可愛い子めっちゃ。洋服をね、新しく買わなくてもなんかこういう T シャツとか普通のスカートとかでも可愛いと思うし、めちゃくちゃ可愛いんですね。いいと思います。めちゃくちゃ可愛いんですよ。安いね、今目に持ってね、安く買えるね。締めるよ、せーの。それでは、バイバーイ。早っ髪の毛を取る。早くね。グミペア。 Sunday, the oil.